クウェート。クウェート国、クウェート国、通称クウェートは、立憲君主制で中東、西アジアの国家。首都は、クウェート市。1990年に、イラクに一時占領された、湾岸危機。北と西にイラク、南にサウジアラビア、東に、ペルシャ湾がある。正式名称は、アラビア語で、ダウラトゥルイコールクワイト公式の英語表記は、 ステート・オブ・クエイト、通称・クエイト。日本語の表記は、クエイト国。通称・クエイト。クエイトとも表記される。16世紀頃より現クエイト領域は、オスマン帝国の支配下にあり、統治拠点は、バスラにあった。18世紀に入ると、統治にのサバンハケ、エ l エル・サバが没効し、1756年、その主張が、オスマン帝国の下で統治域の統治を担うようになる。 1756年原首長化、サバーハケによる支配が始まる。サバーハケは、サウジアラビアのサウード家を排出したスンナ派の出身ので、バニー・ウトバ族は、アラビア半島中部より移動してきたと考えれており、バーレーンのや有名なのか目めの船長を排出したも、その一族である。この頃のクウェートは、漁業や、真珠の採集、交易が、主な産業であった。 1783年には、ファイラカ島と、ブビアン島の中間にあるアサセ立夏でと呼ばれる、アラブ系の一族と立夏の戦いと呼ばれるものが起きて、勝利した。後に、バヌーカーブは、フーゼスターンへ移動した。バヌーカーブが攻撃を行った理由は、諸説ある。今日のクウェートの君主と国民の姿として、国史の重要な位置を占める。第一次。 サウード王国がクウェートに侵攻した際に、アブドゥラビン・サバーハ・ビンジャービルアイコール・サバーハは、イギリス東インド会社との関係を構築した。19世紀に入ると、オスマン帝国は支配のほころびを作ろうために、統治へ軍事介入を繰り返し、オスマン・サウジ戦争、1871年に、アブドゥッター世や・ニセアイコール・サバーハは、オスマン帝国バスラ総督とな、 オスマンの日後か、バスラ州は、自治州に入った。1899年サバンハ家のムバラク大首長は、中東の植民地化を図っていたイギリスへ寝返り、イギリスの影響下に入り、当地域を統治した。1899年イギリスの保護領となる。1913年には、オスマン町とイギリス間で協定が結ばれ、1914年には、イギリスの保護領となった。 1914年、イギリスの自治保護領となる。第一次世界大戦においては、オスマン朝は敗北し、イラク地域と共に、イギリスの植民地となる。1919年、1920年10月10日、1922年、オカイル議定書。1930年代初頭天然真珠の交易が、最大の産業で主要な外貨収入源であった、クウェートは、 深刻な経済危機下にあった。それは当時、日本の三木本幸吉が、真珠の人工養殖技術開発に成功。これによって、日本製養殖真珠が、世界の宝石市場に徐々に浸透し、クウェート、バーレーン沖合で採取される天然真珠の需要を、駆逐したことがその主たる理由である。それまでに、イラク王国、バーレーンにおいて石油が発見されていたので、クウェートの主張、 アフマド市長とクウェート政府は新しい収入源を探すため石油利権をアメリカメロン財閥が保有するルフ石油とイギリスのの設立した50、50合弁会社に付与した。クウェート石油は1938年2月23日に現在のブルガン油田となる巨大油田を掘り当てた。世界第2位の油田であるブルガン油田は1946年より生産を 開始しており、これ以降は、石油産業が主要な産業となっている。イギリス支配からの独立は1961年のことである。1961年6月19日、イギリスから独立。7月1日、1962年、第1回クウェート国民議会選挙が行われた。湾岸危機直前の1990年1月には、 1986年以降閉鎖されたままであった国民議会の再開を求めた民主化勢力が弾圧されるという事件も起きている。この弾圧を受けてクウェート国民の間で大規模な抗議デモが起こり政府は国民議会を再開したという経緯がある。しかし1990年の議会選挙は大半の議席が主張の任命制であったため民主化勢力は 選挙をボイコット。投票率も選挙が行われた年である85年の80%から55%と低下した。以上のような経緯から、クウェートに対するイラクの主権を認めさせようする流れが常にあった。イラクが共和制になっても、初代首相のアブドルカリーム・カーシムが、クウェートの領有権を主張し、1980年代以降には、イラクの世論を受けたサッターム、 フセイン大統領が、クウェートは、イラクの領土であり、イギリスによって、不当に分離され、現在は、アメリカ合衆国がそれを引き継いでいる無理をないがいえ、発信した。1990年8月2日のクウェート侵攻で、イラクに一時併合される。侵攻直後に、イラク海来の暫定政府の樹立が宣言され、共和制以降を宣言し、国名を、クウェート共和国とした後、 イラクに併合された。イラク統治下では、同国のバスラッケンの一部と、新たに設置された、となった。一連の軍事制圧については国連において、避難決議が出され、1991年1月に、アメリカを中心とした、多国籍軍とイラクとの間で、湾岸戦争が勃発した。1991年2月26日、イラクによる占領から解放。 女性参政権は、バーレーンやカタール、オマーンなど、他の湾岸諸国が先に確立した。2005年、女性参政権獲得、選挙権は21歳から、非選挙権は30歳から。2006年6月29日、第11回クウェート国民議会選挙が行われた。定数2の25選挙区で、計50の議席を249人の候補者が争った。 2005年の女性参政権獲得後初の選挙で249人の候補者のうち28人が女性であったが、初の女性議員は実現しなかった。有権者数34万248人、女性は19万5000人、投票数22万3187人、投票率は65.6%であった。イスラム主義者を中心とする野党勢力が、 改選前の29議席から33議席に増加し、過半数を占めた。7月1日、サバーハ首長は、野党勢力が伸長した国民議会選挙の結果を受け、内閣総辞職を受け入れた。2009年5月16日のクウェート国民議会選挙、定数50で、初の女性議員に4人が誕生した。マースーマールイコールムバーラク。 サルはアルイコール・ジャサール、アシール・アワディ、ローラー・ダシティの4人で、いずれも博士号を持つ教育や、経済の専門家。アワディキンは2009年秋、髪を覆うベールを着用しなかったとして、罰金を課されたが、その後の訴訟で、ベール着用は、女性個人の自由との判断を勝ち取っている。2012年2月の国民議会選挙では、野党勢力が大きく勝ち越したが、 その後憲法裁判所により選挙無効が宣言され野党がボイコットする中で12月1日に改めて行われた国民議会選挙は政府派の圧勝に終わった憲法によって立憲君主制を取っているが首相以下内閣の要職はサバーハケによって占められており実態は一族独裁による事実上の絶対君主制である憲法に基づき主張 立憲君主制、国民議会、内閣の三者を中心とした統治形態が取られているが、主張が議会を解散できる、首相を任命できるなど権限が強化されているため、これも建国当初から有名無実化している。サバーハ家には、ジャービル家とサワリム家という二つの文家が存在し、交互に主張を排出する慣習が長く続いてきた。しかし2005年に、 ジャービル家のジャービル首長が没子して、サーリーム家のサード大使が即位すると、新首長の健康問題を理由に、ジャービル家を中心とするサード首長卸ろしが行われ、結局、サード首長は退位させられて、ジャービル首長の弟サバーハールイコール、アフマドアルイコールジービルアイコール、サバーハ首相が首長に即位した。サバーハ首長は皇太子に弟の王子を任命しており、 クウェートの支配体制はジャービル家により固められつつある。議会制度の歴史は他の湾岸諸国よりも古く1920年代の諮問議会まで遡るとされる。しかし2009年現在も政党の結成が認められていない。言論、表現の自由も存在しない。2011年6月にはエジプト人の児童がクウェートの小学校でどうして 先生の国では革命が起きないのと教師に質問しただけで民主化要求でも先導の過度に理定額処分となっている。長らく近隣の湾岸協力会議の参加諸国と連携して国際関係を築いてきた。イラクとの関係は1990年のクウェート侵攻を機に断絶していたが2010年以降は外交施設の交換が行われるなど回復しつある。 イランとの関係は、宗教上の圧力から一線を隠してきた、サウジアラビアなどとは異なり一定の協調関係を築き、時にはサウジとイランの橋渡し役を担ってきた。2017年6月、湾岸諸国がイランとの関係等を理由にカタールとの断交措置に踏み切ると、中立的な立場を取ったが、翌7月には、自国のテロ未遂事件の容疑者がイランへ逃げ込むと、 イランの大使館、業務一部閉鎖や大使館員の国外退去などの措置を行った。湾岸戦争の際、日本政府は1兆円を超える資金援助をしたが、戦後クウェート政府が発表した協力国への感謝リストから日本だけが外された。人的発見をしなかったためではないかと言われている。自衛隊は湾岸戦争時にペルシャ湾にばらまかれた嫌い除去作業に協力した。 同国からは東日本大震災に際し500万バレルの原油が無償援助されたことがある。また東日本大震災で被災した三陸鉄道ではクウェート政府の資金援助総額500億円から新車両3両を南リアスに導入した。またアクアマリン福島の復興に300万ドルの復興支援金を送りアクアマリン福島はその社員を表すためにクウェート 福島有効記念に本庭園を整備した。陸海空三軍を有し、さらに国家警備隊や沿岸警備隊も保持している。1990年のイラクによる侵攻時には短時間で国土を占領されている。1991年の湾岸戦争時には脱出した一部部隊が自由クエート軍として参戦した。湾岸戦争後はアメリカ軍が駐留し、 2003年のイラク戦争時には出撃拠点となっている。欠片の気候区分では国土のほぼすべてが砂漠気候 BW であり産地、丘陵などはなく平地である。当初は9つあり最大のブビアン島は本土と橋で結ばれている。夏季の4から10月は厳しい暑さとなり、さらにほとんど降水もないため焼けつくような天気と、 猛烈な砂嵐が続く。ただし沿岸部は湿度が高くサウナのようになる。冬季の12月から3月は気温も下がり快適な気候となるため、避寒地として有名である。時折雷を伴った激しい雨が降り、道路の冠水が見られることもある。IMF の統計によると2015年の GDP は約1232億ドルであり、 静岡県とほぼ同同じ規模ででああるる年の一人当たり gdp は万ドルである石油が主要産業であり、2016年現在の生産量は300万バレル、日を超える。世界第4位の埋蔵量がある。そのため、レンティア国家の一つに数えられる。湾岸戦争により大きな被害を受けたが、1994年に、 戦前の水準まで回復した。原油価格の高騰による豊富なオイルマネーによって産業基盤の整備や福祉、教育制度の充実を図っており、ほとんどの国民は国家公務員、国営企業の社員として働いている。石油収入を利用した金融立国や産業の多角化を目指して外国からの投融資環境を整備したため莫大な雇用が創出され不足している。 労働力は周辺外国人が補っている。また、このような砂漠気候では農業は発達せず、食料は外国に大きく依存している。失業率は1.2%と低水準。将来的には石油の枯渇が懸念されるが、当面は高い生産量を維持可能であると予想されている。住民はアラブ人、クウェート人が45%、アラブ人、 クウェート以外の地域が35%、南アジア系、陰境が9%、イラン人が4%、その他が7%である。2011年統計によると全人口のうちクウェート、国籍は40%に過ぎず、60%を外国人労働者が占めている。他の湾岸諸国と同じように、インド人、パキスタン人、バングラデシュ人、エジプト人やフィリピン人が多い。 と呼ばれるる多くのの無国籍の人々がいる言語はアラビア語が公用語だが英語も広く使われている。宗教はイスラム教が85%、内訳スンナ派70%、シーア派30%と最も多い。その他15%はキリスト教、ヒンドゥー教などである。クウェート市を中心に2020年から 運行開始予定の都市鉄道システムの建設計画がある。路線は1号線から4号線があり、5段階で建設予定。ダニエルヤーギン、石油の世紀、上日高義樹、持田直竹協約、日本放送出版協会、1991年、庄司太郎、アラビア太郎と日の丸原油株式会社、エネルギーフォーラム2007年。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。